いやーランセランセどうもミスター武士党です本日はニッタターツネイですねいやーこの人ねもうあずま鏡の中でも名脇役ですね名脇役本当にティモンディの高岸さんはいい役もらったなって羨ましいなってちょっと思っちゃいますねすごいいいですよ <laughs> すごいいいキャラしてますしねうんやればできるね。いいキャラしてますけど いや本当にね歴史上でも名脇役本当に面白い人物ですはい今回はこうねニッタターツネの、まあ、生涯をねざっくりちょっと解説したいと思いますまあ、もうそろそろねあの大河ドラマ鎌倉殿の13人の中でも退場をね近づいてきてる感じがしますのでね、えー、いやいなくなって欲しくないですよね最後までいてほしい生き延びてほしいですけどね、まあめちゃめちゃいいキャラしてるんですがニッタターツネが歴史上どういう人物だったのかねお話していきたいと思います さあ生まれは1168年となっておりました。これ私の持ってるね資料の中ではそういうふうになってましたね。なんかウィキペディアとか見たらちょっと違いましく1年ずれてましたけど、まあ私はあの自分の持ってる本の方をね、えー、参照させていただきまして1168年生まれとねさせていただきました。これは義時の五つ下に,にあたりますね。だ義時より若いんですよね。だから鎌倉殿の一話から出てきてましたけど。 1>, 多分あの1話で出来てきた時の新田タ,ターツネは多分まだ7歳とかねそれぐらいですね。はい、で、えー、まあ北条のご近所、ね、北条の近くの新田っていう場所に住んでるから新田タ,ターツネですね。あの 源氏の方の方新しい田んぼの、ね、新田の氏とは別です。はい、でも東妻川民の中では多分間違え混同して間違えてあっちの新田って書いてる時もあるんだけど正しくはこっちの新田ですね。神田田なので、えー、源氏ではありません。はい、で新田は北条のご近所北条のご近所ですね伊豆の国の、まあ、在地の武士だったというわけです。はいまあ、そんな他、ね、田舎の田舎者の武士だったんですけども、まあ、頼朝挙兵以来の家人として、えー、数々の田舎に参加して歴戦の武士となっていきます。 だから頼朝が挙兵した時はまだ13歳とかねそれぐらいの若さで戦に参加してそっからもう数々の視線をくぐり抜けてきてるわけですよね一番最初のあの山木の館襲撃からいるからもうやっぱすごいですよねもう本当にもう一番の子さん しかも最初若いですからね。ええー、この長生きしてたらね、幕府の中でも力を持っていったかもしれませんけども、まあその古株なわけです。で、平家追悼戦では信頼の,の軍に加わって、なので義時とかとね一緒に行動して西国を転戦し、欧州合戦にも当然従軍しています。はい。この頃に二十代ですよね。もう二十代の頃もバリバリ前線で戦っていたわけでございます。はい。そして、えー、この二田刀敦が まあ一番こう光を浴びるというかね、うん、一大イベント、人生の一大イベントとなったのは、富士の巻狩りですね。まあ、曽我兄弟の仇討ちが起きたあの巻狩りなんですけども、まあ、そこで、えー、山の神とね、言われるような、山の化身と言われるような、えー、大いのししを、 退治したというね、エピソードが曽我物語の中にあります。これは東鏡の中にはないんですけど、曽我物語の中で、えー、よりともに襲いかかった大井の獅子を新田忠次が組み伏せて退治したよというね、話が載っています。まあ、これはその後、えー、そのね、曽我物語の主人公である曽我十郎が新田忠次に打たれるので、まあ、その前振りとしてね。えー、だから、この大井の獅子がカマセイ的な感じで、新田忠次の、まあ、強さを、こう、象徴するというかね。映し出すために、まあ、描かれた作り話だとは思うんですけども、まあ、その大井の獅子を退治したよという話もあります。 でその後蘇我兄弟の仇討ちが起きたらですね、えー、十番斬りって次々と御家人たちを切り伏せて,ていった、えー、蘇我兄弟の前に立ちはだかって兄の蘇我十郎をいいうね功績を挙げていますこの蘇我十郎を討ち取ったっていう話は吾妻、えー、鏡にも載ってますんでね、はい、んここは新田七ツね,日立ですね、まあ、最大の見せ場、えー、人生最大の見せ場だったんじゃないかなというふうに思います。 でそして頼朝が死んだ後、えー、頼家時代にもまあ、ちょこちょことねエピソードがあるんですよね。えー、頼家の時代になって、まあ、その時も頼家がね、えー、頼朝みたいな感じでこう自分の権力をねこう示すためにあの巻狩りを行うんですけど、まあ、そこでですね、えー、人穴っていう、まあ、富士山の麓にこう洞窟がまできてたらしいんですよ。まあ、あのちょうどこの時代って富士山噴火しまくってたらしくて。 でしっかりあの鎌倉殿13人の中でも時代交渉されてあの富士の巻狩りのシーンでは、ね、富士山が噴火してるっていうね絵が写ってましたけどこの頃富士山が噴火してたっていうことがあってでその噴火の影響でこう洞窟がねあの火山でできるらしいんですよ。 人穴っていうね、はい、で洞窟ができるらしくてで新しい洞窟ができてるからちょっと中を見てこいってね頼家に言われてそこでタ、えーツに,にはですね、まあ、怪奇現象怪異にあってしまって、えー、仲間を、ね、失うというねことも書かれてるんですよね。頼、えー、家から剣を,、えー剣をね、賜ってでそれで、えー、こう松明とか持って、ね、暗い洞窟の中を進んでいくんですけども、まあ、一晩経っても帰ってこない。 相当だから深い洞窟だったんでしょうね、えー、一晩経っても帰ってこないでねみんなが、えー、心配したらですね、まあ、ようやく次の日の朝になって新田忠相がね洞窟から引っ返してきたんですけども,も仲間がいないんですよ。 4人ぐらい、ね、あの家来を連れて一緒に洞窟の中に入ってたらしいんですけど仲間はいなくて田に一人だけ帰ってきたらしいですね。で話を聞くとその洞窟の奥にですね川が流れてたらしくてでその川の向こう側を見ようとしたら怪奇現象が起きて具体的にどんなことが起きたのかわからないんですけど怪奇現象が起きてその味方の家来たち4人の家来がバタバタバタッと、ね、死んでしまったと。 で新田忠常、ね、もやべえ「やべえやべえぞこれ俺も死ぬかも」って思ってたらその死んだ仲間たちの霊の声が聞こえてきて「えー、頼家様から賜った剣を川に投げ捨ててください」って、ね、聞こえたらしくてでその頼家からもらった剣を川へ、えー、投,げ捨て投げ捨てるっていうかね沈めたら、えー、その剣を捧げたら、まあ、その頂上現象が収まって忠常、えー、は、まあ、死なずに帰ってこれたってね話がこれ「吾妻川」に載ってるんですよそんなファンタジーな話あると思うんですけども、まあ、書いてあるんですよね。はい、まあそれは、えー、あとあとね神の怒りを買ったんだってね 宣言大菩薩っていうねあの辺りの山の神様の怒りを買って、えー、だから緑にそういうところに入ってちゃいけないんだと神様が作ったね洞窟だからそういうところに緑に入ってちゃいけないんだよっていうね、まあ、そういう戒めだぞっていうことがね、まあ、書かれてるんですよね。はいまあ、そんなイベントの中にも登場するツネなんですけど、えー、最後はね引きの乱に巻き込まれて、えー、そこでね、えー まあ悲しい最後を迎えることになるわけですね。引き押し数が。え北条時政を亡き者にしようとして、逆に。打ち取られるっていうね、引きの乱。これ解説動画メインチャンネル出しましたけど。その引きの乱で、引き押しがを引っ張り出してですね。殺害したっていうことがね、東神の中に書かれてますね。引っ張っていって、竹藪の中に引きずり込んでって。躊躇なく殺したって書かれてましたね。はい。<laughs> 躊躇なく殺すなよと思うんですけども。まあ、多発ではね、もう北条時政の腹心ですから。まあ時政からの命令にね。まあ従順に従ったんだと思います。しかしですね。その後。 え逆に頼家の方からですね寄り家からも可愛がられてたんでしょうねそういうあの洞窟探索してこいとかね剣をプレゼントされて行ってきてくれとか言われるぐらいだからだからまあ時政の腹心でもあるし頼家からも信頼されてたっていう微妙なポジションだったんでしょうね。なのののでこの引きのランの後に寄り家から今度は 時政を殺してこいというふうに言われてでこの時に田綱と和田義盛もね一緒に命令されたらしいんですけど和田義盛は即座に北条側に寝返ってですね頼家の言うこと聞かずに「いや俺は北条側につくぜ」ってねだからまあ時世を見る目はねあるなと思うんですけど、まあ、和田義盛は、まあ、侍どころ別当なんだけどそんなことは関係ねえですね北条側についてまあその時はもうすでに跡継ぎが千万後の源実朝が 将軍次の将軍になるよってもうほぼ決定していたんで、まあ、そういった意味でも将軍に就くっていうので、まあ、和田義盛は正しいかったのかなというふうには思うんですけどターツの方は結構たためららっっててしいんですよねあのもう裏切って頼家を裏切って見捨てて北条側に就くか、まあ、それとも頼家の命令通り時政を殺すかっていうのは結構悩んでたっぽくてでどうしようどうしようと思ってるうちに時政から家に呼び出されるんですよね。うん、それはきよしを中殺した 時政の命令で比企しかを殺したことの褒美を渡すためっていうことで呼ばれていて、まあ、実際そうだったんですけど、まあ、それで、えー、この田綱がね時政のところに行ったらですねそしたらなかなかまた帰ってこないと。で、えー、家人の男が「やばいこれ多分頼家様からね時政を殺せ」っていうふうに言われたことがバレててもうきっと田綱さんは殺されてしまったんだってなんか早とちしてまだ殺されてないんですよ実際は。 単純にに褒美をも、ね、らいに行っただけでぶ、ね、んでしょう、ね、多分時政がちょっと一杯飲んでいこうぜみたいな感じに「一杯飲んでけよ」みたいなこと言って多分ね話が長引いたんでしょうね。でもなかなか帰ってこないから「うわ田畑さんは殺されたんだ」ってえ家人が勝手に勘違いしてえ自分をねその本拠地に戻ってって田畑の弟たち五郎とえ六郎かな弟たちに「田畑さんは殺されました!」っていうふうに伝えてで弟たちが「何だと北条ふざけんじゃねえ!」義時ぶっ殺す!」って言ってねあの義時をね殺しに行っちゃうんですよね。あの時時に対するその復讐だから義時を 殺しやれって言って弟の五郎と六郎が義時を殺しに行くんだけど、まあ、結局返り討ちになって、えー、その二人も死んじゃってでその話を、えー、時政のところから帰っていく途中に田ツが聞くんですよね。ええー、いや俺殺されてないけどみたいなね「ちょ何勝手にやってんだよ」と「もうこうなったらもう戦するしかないじゃんやべえ!」って言ってたらそこで、えー、時政の家来によってまあ殺されてしまう。 影加藤だったかな。ちょっとごめんなさい。えー、名前忘れちゃったけど。えー、時政の家来によって、えー、多発も、まあ、殺されてしまうということになってました。はい。いやー、吾妻神の中にそんな風に書かれてるんですよね。いやー、なんかね、こう人がいいがゆえに、ね、ためらって、えー、いるうちに殺されてしまったっていうね、感じがしますよね。和田義盛みたいにね、頼家にそ命令されても、いや、もう、私はもう頼家様の忠誠はもうないんでみたいなね。もう実朝様なんで、次の将軍は。 お疲れですって,言ってねあの頼家の元とを去って北条側についてたらこんなことにはねならなかったんだけど頼家様の命令をね実行するか、えー、それともね、えー、北条に付き従うかってね、まあ、迷ったんでしょうね。 その迷いがなければね生き残れたかもしれないんですけど迷ってるうちに、まあ、部下がね暴走しちゃって、まあ、そういう不運な結末を迎えるというふうになってましたね、うん、これはちょっとドラマの中でも、まあ、面白くというかね、えー、ちょっと描かれるんじゃないかなと思いますけどいやほ本当に悲しいですね退場してほしくないなと思いましたね。 去年36ってことね。いやまだまだ活躍できた。まだまだ活躍できたよーね。上級の乱とかでもさ活躍の場あったらおしさ。もっとね。出世できててもおかしくなかったと思うんですけども、もいやあちょっとね。悲しいですね。うんまあ、人生の選択っていうのはまあ、結果論から見たらね。いくらでも言えるけどね。やっぱ。 当事者ってなるとね、なかなかね、どうすればいいかってわからないものなのかもしれないですよね。はい。まあ、そんなわけで、ニタラツのお話でございました。え何か、えー、質問やご指摘、リクエストなどございましたら、コメント欄の方にコメントお願いします。はい、えー、できる限りですね、コメントのリクエストに、ね、お答えしていこうという気持ちはありますのでね、全部はちょっとできないかもしれませんけども、できる範囲でやってきますので、皆さんも、えー、応援よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さらばしら。